この前、ツタヤ書店に行ってきまして、ツタヤ書店っていうのは、広くておしゃれな本屋さんなんですよね。で、中にスターバックスとか、まあそういうこう、コーヒー屋さん、喫茶店が入っていて、で、そのコーヒーを飲みながら、売り物である本を自由に座ってゆっくり読むことができると。まあそういう本屋さんなんですよね。普通の本屋さんって、まあ立ち読みするのが、まあ精一杯だと思うんですけど、そのツタヤ書店だったら、もうコーヒー頼んでね、コーヒー飲みながら席について本が自由に読めると。で、読んだ後はそのまま本棚にね、返してもいいし、そのまま買い取ってもいいしっていうね、そういう本屋さんがありまして。この前ですね、久々に妻と行ってきました。で、ツタヤ書店の何がいいかっていうと、まあコーヒー飲みながら本をね、もう興味がある本っていうのをもう自由に持ってきて、まあたくさんね、パラパラパラっと読むことができるということなんですよね。僕本っていうと最近 Kindle、電子書籍で読むことが多いんですけど、Kindle やとそもそも自分が何の本を読もうかなっていうのを、まあネットで探すとか、まあ Kindle のおすすめとかね、ランキングから探すこともできるんですけど、まあちょっとね、やっぱりこう新しい本を探すのでは Kindle やとちょっと探しにくい、なんかあんまワクワクしないんですよ。でプラス、あこの本面白そうやなとかレビュー高いなとか気になった本があっても中身がねパラッと見れないんですよ。まあ、たまにちょっと読めるやつがあったりするんですけど、まあやっぱこう最初からねこうペラペラペラっとめくったりとか目次見たりしてなんか合いそうかなとか興味あるかなっていうのをちょっと見たいですよね。でもそれがなかなか電子書籍やとできひん。で興味はあるけどわざわざお金払ってね Kindle で買うほどでもないなみたいな本もあったりするじゃないですか。でそういうのもツタヤ書店とかやと、まあ、パッパッパッとね 2,3 冊本ピックアップしてでコーヒーね注文してコーヒー飲みながら読めると。はい、そんなツタヤ書店にこの前妻と行ってきたんですけど、たまたまね気になる本を見つけまして、でその内容がね良かったので、まあちょっとね僕の考えも含めてご紹介したいかなと思います。結婚についてが今回のテーマです。はい、でそのツタヤ書店で見つけた本というのが内田達先生が書いた困難な結婚という本ですね。まあエッセイ本というか、なんというか、まあ自分のね、ご自身の考え、結婚についての考えをこう書き記したような本ですね。まあもともとこの本を読みたいなと思ってたわけではないんですけど、まあ伝え書店入って何の本を読もうかなとか言ってフラフラって歩いてたところ、まあ、この本がね、目に留まって。で、まあ、お便りとかでも結構恋愛のご相談いただいたりとか、結婚についてのご相談いただくことも多いので、まあ、ちょっとインプットね、知識インプットしてみようかなということで、まあ、たまたま目についたこの困難な結婚というね、本を読みました。で、著者が内田達先生なんですよね。まあ、これ教科書とかでもね、結構採用されてたりね、この人が書いた本とかが。するので名前聞いたことある方多いかもしれないです。まあ大学教授のね先生ですね。うん、で僕にとっても馴染みのある人だったので、ああちょっと結婚観についてね書いてるんやったら読んでみようかなと思って読んでみました。でまあ結構ねおすすめではあります。まあさすが学者先生というか思想家というか文芸家みたいな方だけあって、まあなんか考えとかね、あなるほどなみたいな、あそう考えるんやみたいなところで参考になったりとか、まあただね70歳ぐらいの方ではあるので、まあちょっと考え方としてはまあなんていうかな、まあご高齢ならではのね考え方みたいなところもあるので、まあそこはちょっと取捨選択しながら参考にするところと、うん、まあまあまあみたいなところとね正直あったんですけど、まあそういう形でなんかなるほどなって思うところだけ読めたらいいのかななんて思いました。今回タイトルにもしたんですけど、この人と結婚したら幸せになれるのかという疑問、まあ、この結婚とかね考えられてる方、お付き合いされてる方がいらっしゃったらよく考えてね悩んでるポイントなのかなと思います。この人と結婚して幸せになれるのかな、大丈夫かなみたいな、まさにその疑問に対する答えというか、この内田先生ならではのね回答なんかも書かれていたんですけど、まあ、今回はそういう結婚観について、まあ、僕の考えとかね解釈みたいなところも交えながらお話ししていきたいなと思います。ではまあ僕がなるほどなみたいな風に思ったところを順番にお話ししていきたいと思うんですけど、まず本の中にあったのが、
結婚っていうのがセーフティーネットだという考え、これがありました。セーフティーネット。言い換えると、結婚っていうのは幸せになるためにするんじゃなくて、不幸にならないためにするもんですよっていうのが書かれてて、まあ、細かい理由はまあ省略するんですけど、本にも書かれてたんですけど、まあそれはね、結構なんか歴史的に見てとか生物学的に見てこうなんですよみたいな考えが書かれてるんですが、まあそれはあんまり僕的にはピンとこなくて、まあただ幸せになるっていうよりも不幸にならないためにっていうポイントはまあなるほどなとは思ったんですよ。でもっと言い換えると、この人と結婚したら幸せになれるぞって結婚しようじゃなくて、この人とやったらどんな困難があっても一緒に乗り越えていけるぞっていう、その気持ちが結婚には大切、結婚相手には大事ですということなんですよね。まあ、僕らは実際ねやらなかったんですけど、結婚式で誓いの言葉とかあったりするじゃないですか。僕もドラマとかね、なんかそういうのでしかあんまり聞いたことないんですけど、愛しますかみたいな、愛しますみたいな、牧師さんとかね、神父さんとかが、愛しますかとか言って、で、愛しますって二人で誓うみたいなのあるじゃないですか。で、あれの誓いの言葉の中にも、病気の時とか、貧しい時とか、辛い時にも、相手のことを愛しますかみたいなフレーズがあったりするんですよね。で、愛します、誓いますと、誓うわけですよ、皆さんの前で。で、そのまさに、もう病気の時とか、貧しい時とか、失敗した時とか、うまくいかない時にも相手のことを愛せるか信頼できるか一緒に乗り越えていけるかっていうところ、これを考える、これを軸に考えてみるっていうのが、結構良さそうやなって思いました。で、なんでかっていうと、幸せになれるかどうかって分かんないじゃないですかと思いますよ、僕は。幸せになるかどうか、まあ、今はね幸せかもしれないですよ。でもこの幸せって結婚後もずっと続くか分からないし、でその幸せってね、いや、例えばね、例えばじゃあ結婚相手がすごくね高収入でもう一流企業に勤めてて、もうお金はね間違いないみたいな、お金持ちの人やって思ってても、その人がね結婚後もずっとお金持ちかわからないし、その企業をねクビになったりとか倒産したりとか、またねじゃあ転職しますとか言って給料のね低い会社に転職することを選ぶかもしれんしとか、まあわかんないですよね。だからいかに自分が将来幸せか、この結婚相手パートナーが自分に幸せをもたらしてくれるか、幸せな将来を約束してくれるかっていうことよりも、僕も結婚4年目もうすぐ5年目ぐらいになるわけで、思うのが、まあ、結婚っていうのは、まあ、相手のことが好きでね一緒にいたいっていうその感情の部分、気持ちの部分ももちろん大きいんですけど、まあ、人生をこう一緒に歩んでいくわけなんですよね。共に歩んでいく運命共同体として今後のね人生二人で一緒に頑張っていこうっていうことが結婚なのかなというふうには思ってるので、であればこそこの人と結婚したら幸せになれるかなっていうよりも、不幸な時とかピンチの時、苦しい時にもこの人と一緒に信頼してね、一緒に乗り越えていけるかな、やっていけるかな、一緒に二人で幸せをつかんでいけるかなっていうところ、これを軸に考えた方が結婚後の生活っていうのも、まあ、うまくいくというかね、何かこうやっぱりうまくいかない想定外のこともやっぱ起こると思うんですよ、人生なんで。でそういう時にも納得してね二人で頑張っていけるのかなって思ったりもします。で話半分に聞いていただきたいんですけど、本の中には海外旅行に行くとふさわしい結婚相手がわかるみたいなことが書かれてました。で何かっていうと、まあ、海外旅行行ったらやっぱトラブルとかね結構つきものなわけなんですよ。なんか道迷ったとか、お金足りなくなったとか、ホテル予約できてなかったとか、飛行機がなんか延期になって飛ばなくなったとかね、なんかいろいろトラブルが起こりますと、海外旅行行くと。でその時にパートナーと一緒にうまくね乗り越えられるかどうかっていうのを見たら、ふさわしい結婚相手が分かりますよって書いてて、まあまあなるほどなとは思いました。その旅行先でトラブルとかあった時に相手のせいにしたりとかね、もう自分は悪くないみたいな、お前が何とかしろよみたいな、なんかそういうね態度になっちゃうような人やったら、まあ結婚後とかもねやっぱトラブル起きると思うんですよ、家庭内でもいろんなところでもね。そういう時に、2人で乗り越えていくとかいうところが難しいかなみたいな。
のが分かったりするかもということで、まあ、必ずしもね海外旅行行ったら全部分かりますというわけではないんですけど、まあ、つまりそのトラブルとかね、何か不幸が起こった時、ピンチになった時に一緒に頑張っていけるかっていうところですよね。うん、だからまあやっぱ幸せになりたい、幸せになりたい、まあ、人生なんでね、幸せになりたいとは思ってると思うし、僕も思ってますよ、思ってるんですけど、まあ、結婚相手を決めるっていう時に、うん、幸せになれるかっていう考え方ももちろんいいんですけど、不幸にならないかとか、不幸な時、ピンチな時にこの人とやったら一緒にどんな時もね協力してやっていけるかっていう考え方は、うん、なんかそういう視点の切り替えっていうんですかね、うん、それは面白いなと思って、これが僕個人的には一番なるほどなってね思ったポイントではあるんですけど、まあ、他にもねいろんなことが書かれていて、なんですかね、例えば、まあ、結婚っていうのはしてみないとわからないですよみたいなことも書かれてて、まあ、ある意味当たり前なんですけど、まあ、そういうことがねこう優しく書かれてたりして、まあ、ちょっと思い詰めてる人とか悩んでる人にとってはもしかしたら救いになるというか、ちょっと不安を和らげてくれるのかななんて思ったりもしたし、で結婚がその人を成長させるみたいなことも書かれてましたね。まあ、成長というかその人の、まあ、キャラというか性質を開花させるみたいな、まあ、どういうことかっていうと、まあ、A さん、まあ、じゃあ自分が男性やとして A さんという女性と結婚するのか B さんという女性と結婚するのかって、まあ、2つのルートがあったとして、じゃあ A さんと結婚したら A さんと結婚したなりの自分の、うん、キャラというか性質というかっていうのが開花されて、まあ、A さんルートで成長するみたいな。で B さんと結婚したら A さんとは別の自分の性質とかキャラが開花されて、まあ、B さんルートの方で成長するみたいな。なんか言っててややこしくなってきたんですけど、まあ要するに A さんと結婚したら幸せか、 B さんと結婚するのとどっちが幸せかとかいう話じゃなくて、もう全く別の自分になっていくっていうことなんですよね。どっちが正解かとかそういう話じゃなくて、だから幸せっていうのも同じ尺でね、同じ判断軸で判断すること、比べることっていうのはできないし、それぞれの幸せがあるしっていう。でこの人と結婚して幸せだったのかどうなのかとか、結局自分はこれで良かったのかっていうことに関しては、うん、その人と結婚しなかった自分と比べるしか比べようがないわけですよね。実際どうやったかっていうのは。でもそれ無理じゃないですか。タイムマシーンに乗って過去に戻って結婚しなかったルートを選んでみるってね、ドラマやったらできるかもしれないですけど、現実世界そんなん無理で、うん、だからもう比較ができない以上、この人と結婚したら幸せだったのかどうだったのかっていうのはもう分からないと。だからそこをいくら考えても仕方ないし、後で検証しようもできないわけですよね。だから完全な正解はないわけですよ。この人と結婚すべきとかすべきじゃないとか、幸せになれるとかなれないとか、まあそういうことはもう分からんと。うん、で分からんからこそ、まあ冒頭もねお話ししたような、幸せになれるかっていうよりも不幸にならないかとか、困難を乗り越えていけそうかっていうところを考えてみるっていうのもいいなっていうのは思うんですよね。ではちょっとお便り読み上げます。最近いただいたものなんですけど、今回のトピックでご紹介できそうだったので、ちょっと先にね読み上げます。大輝さん、由美さん、シェリーさん、こんにちは。ご相談したいことがあります。匿名の方ですね。今年の2月中旬に9ヶ月お付き合いしていた彼と入籍し、アパートで新生活を始めました。彼はバツイチ、性格の不一致で離婚したそうなのですが、今回婚姻届を出すにあたり戸籍謄本を取り寄せました。そこで初めて前の奥さんの名前を知ってしまいました。見ない方がいいと分かっていながら、ついついその方の名前をネットで検索してしまったんです。その結果、現在インテリアコーディネーターとして独立しご活躍されている方だと知りました。ブログには彼と一緒に建てたおしゃれな一軒家、今は前の奥さんが一人で住んでいますの写真や、彼とどんな話をして設計したかなど過去の出来事も書かれていて、思わず嫉妬してしまいました。バリバリ活躍しているおしゃれな彼女と比べて、私はこれといった取り柄もなく平凡な人間です。彼が私のことを大切にしてくれているのも伝わってきますし、勝手に落ち込んでいるだけなのですが、どうしても前の奥さんと比べてしまい自信が持てません。こんなことで悩むのが情けないですが、何か前向きになれる方法があればご助言いただけないでしょうか。はい、お便りいただきました。
お気持ちお察ししますね。見ない方がいいと、そんなに調べてもしゃあないと思っていながら、ちょっとね気になっちゃって検索して、比べちゃって落ち込んじゃってっていうね。ただ先ほどにもあったように、まあ、その幸せって測れないわけですよ。これは例えばの話で、勝手にね、まあ、もし仮にっていう意味でお話しするんですけど、じゃあ前のね奥様インテリアコーディネーターとして独立してご活躍されてる方で、旦那さんとねおしゃれな一軒家建てましたっていうのは情報がね見つかったかもしれないですけど、もしかしたら家庭内では全然2人の時間がなくてすれ違いが多かったとかね、喧嘩が多かったとか、そういう事情があったかもしれないし、家計が結構厳しかったみたいなことが実はねあったりしたのかもしれないし、ご両親とうまくいってなかったとか、性格の不一致ということで結局離婚も決められたということなんで、まあそれはね一部をピックアップしてその側面だけ見たら、あ良さそうとかおしゃれそうとか幸せそうとか言えるかもしれないですけど、まあそれだけじゃないじゃないですかっていうのをトータル考えた時に、幸せって何やろうって考えると、だからまあ測れないですよね。一言でこっちの方が幸せやったとか、こっちの方が良かったとかね。もちろん旦那さんにも昔の前の奥さんとの幸せな時間とか幸せな瞬間、人生っていうのはあったと思うし、そこを楽しんでね過ごしてた期間ももちろんあったとは思うんですけど、ただもう今は離婚されて、でご相談者さんと結婚することを決めて、で大切にね思ってくださってるということなので、もうそれが答えですよね。だからぜひ自信を持っていただきたいなと思うし、これからのね新生活楽しんで、そして2人でいい人生、幸せな人生を作っていけるように頑張ってほしいななんて思いました。はい、というわけで普段なかなか本を読まないっていうのもあって、まあ、たまにはねこうやって蔦屋書店とか行って、まあ、気ままに本をねブラブラーと選んでみて、で何冊かピックアップしてコーヒーでも飲みながらね、ちょっとケーキとかも食べながら、2、3時間ちょっと読書してみるっていうのもね結構いい体験でしたね。また行こうかななんて話をしてたりもします。日頃どうしても自分がもともと関心のある情報とかを、なんていうかな、えりすぐってというか、興味ない情報はあんまり見ないですよね、普段。なんですけど、まあこうやってね、無料で、まあ無料って言ってもこう、コーヒー代とか払ってるんですけど、まあでもこう自由にね、選んで本読めて、だから普段自分が取り入れないような情報とかをインプットできるっていう意味でもね、結構いいバーやなとは思いました。まあ、あと普通におしゃれな空間でね、なんかリラックスできて楽しいですし、はい。では少しお時間あるので、結婚関係のお便りご紹介したいと思います。匿名の方、大輝さん、由美さん、おはようございます。いつも楽しく聞かせていただいています。早速ですが、相談です。私は35歳差年上男性と4年間お付き合いしています。35歳差。はい、結婚願望はありますが、彼との結婚は考えていません。なぜならこんな年の差のため家族や友達に紹介できないからです。彼もそのことは承知です。もう私も25歳になるので、そろそろ本気で結婚できる人を探さないとと思っています。嫌いになったわけでもなく、居心地も非常にいい、趣味も合うなどでなかなか別れることができず、このまま付き合いながら違う人を探すか、ちゃんとスパッと別れて探すべきか、はい、ご意見をお聞かせください。よろしくお願いいたします。ご相談者さんが25歳で35歳年上男性ということなので、もうすぐ60歳の方なんですね。4年間お付き合いをしていますと。いろんな選択肢ね、フラットに考えてあるんやろうなとは思ったんですけど、まず結婚願望はありますが、彼との結婚は考えていません。で、彼もそのことは承知で、他の人を本気でね、探す、結婚できる人を探さないとと思っていますと書いていらっしゃるので、その前提でお話ししようかな。いや、まあ年の差でね、家族や友達に紹介できないから諦めてます、本当は結婚したいですっていうことであれば、結婚の道ね進まれたらどうかなと思ったんですけど、まあしませんと決められてるので、まあそうなんですかね。であれば、いやもうそれはすっぱり別れて探された方がいいんちゃうかなとは思いますね。もうその次を考えているのであればね。まあその方がご自身の気持ちも次に向きやすいと思うし、まあ新しいお相手の方とね、なんか二股みたいな感じに被っちゃってなるっていうのも良くないと思うので、
であればもうすっぱりけじめをつけてね、次に進まれるっていう方がいいんやろなとは思います。ただどうなんですかね、嫌いになったわけでもないし、居心地も非常に良くて趣味も合うということなので、その恋愛とかお付き合いの関係じゃない関係で、まあ、関係保つみたいなことはできないんですかね。まあお友達になるというか、もしできるんやったらそういう形で関係続けてもいいのかなとは思いました。ただ少しでももう恋愛のね気持ちがあるとかいうのであれば、もうそれはちょっと浮気みたいな話になっちゃうので、そういうね、なんていうかな、未練というか心残りがあるよというのであれば、そういう意味でもすっぱりね関係をもう切ってしまって次に進むというのがいいのかなと。まあこれももうどうしたいかですよね。もう次進む、次の方とね新しい人を見つけて結婚したいっていうのを今優先すべきということであれば、そういう決断にもなるやろうし、いやいやそうでもないよとか、もうちょっと今お付き合いされている方とね楽しみたいよということであれば、そっちに切り替えてもいいんやろうしっていうね、そんな風には思います。もうお便りに書いていらっしゃる通りやったら、もう次に進むっていうことやと思うし、まあ、改めてね自分はどうしたいかっていうのをもう紙に書いたりしながら冷静にね考えて、何を一番優先したいか、優先して取り組みたいかっていうことをね考え直してみるっていうのもいいかなって思います。じゃあもう一つだけご紹介します。ラジオネームカプチーノさん、こんにちは。いつも動画やラジオ楽しませていただいております。今回は恋愛についての相談があり、メッセージを送らせていただきました。私は現在24歳大学院生で、今年の4月から社会人になります。結婚願望あるのですが恋人はいません。4月から地元を離れ上京するつもりなので、今は恋愛はしなくていいやと決めたはずなのですが、周りの友達が積極的に出会いを求めて実際恋人を作っているところを見ると焦ってしまいます。28歳あたりで結婚したいと思っていて、今24歳、あと4年というタイムリミットで何もしないでいいものかと考えてしまいます。とは言っても結婚を視野に入れるぐらい好きな相手がいるわけでもありませんし、自分自身もう少し成熟してから恋愛をしたいと思っています。こんな風にいろいろな気持ちでモヤモヤしてしまうのですが、どういう思考でいれば焦らず過ごせるでしょうか。何かご意見いただけると幸いです。まあ周りの友達の動きを見て焦ってしまいますと。まあ周りは周りですからね、まあ、本来は関係ないんですけど、まあどうしても焦ってしまいますと。ただまあご自身的には28歳で結婚したいと、ね、希望はあって、で今24歳であと4年ですと。僕ならということで、まあ僕もねもともと結婚願望っていうのは最初からあったんですよ。で最初からあって、まあ結婚する相手はやっぱりお付き合いしてね、あの結婚相手として納得した形で結婚したいなみたいなのもあったので、もう最初からなんていうかな、結婚を前提にその恋愛とかをしてました。だから今の妻のユミも、あのその最初のね出会った時からこの人と結婚したいとかね、結婚するっていう確信までは至ってなかったにせよ、いや結婚する未来も全然あるよと、想像できるよというのは思ってて、でだからこそお付き合いも始めたっていうことでしたね。だから結婚っていうのが、将来希望としてあって、そのために、まあ、恋愛してというかお付き合いしてっていう、まあその前段階のステップとして捉えてたっていう形です。だから僕的には結婚したいなと、あと4年後どなたかね素敵な方、出会って、まあ、あの冒頭の話で言うと、この人なら不幸な時とかね、困難な時にも一緒に乗り越えられるっていう相手を見つけて結婚したいということであれば、そのための動きを今からしていく方がいいやろなって思います。なんか待ってて、急になんか空から結婚相手が降ってくるわけでもなくて、いろいろ自分で動いて、悩んで、もがいて、葛藤してっていう、その時間とかね、の中で、結婚相手、が見つかったりとか、自分の理想の結婚相手、結婚相手に求めるもの、自分がやるべきこととかが見えてくるみたいなところがあると思うんですよ。だから今から動いていく方がいいんやろなって思うんですよね。でお便りに、自分自身もう少し成熟してから恋愛をしたいと思っていますとあって、もちろんねその希望というか考えは尊重したいなと、そう思われるのであればね、それもいいかなとは思うんですけど、まあ、一方で、恋愛がこうご自身を成長させる、成熟させるっていう側面もあると思うんですよ。
恋愛をするからこそ、誰かとお付き合いするからこそ成長したり気づけたり視野が広がったりするところもあるんやろなとは思うんですよね。だから4年後結婚したいとして、まあもうその結婚相手の方とね、最初に出会われてその方と結婚することになったらそれはそれで幸せなんですけど、まあそうじゃないってこともあると思うんですよ。まあお付き合いされて、結局結婚には至らずでしたということがあったにしても、じゃあなんで、お別れしたのかとか、そのお付き合いの期間を経て自分の その結婚観とかがより成熟したりとか、そういうこともあると思うんですよね。でその経験を踏まえて、じゃあまた次の恋愛と進んでいくっていう。だから僕は別に焦らすつもりはね全然ないんですけど、まあ結構見据えてるのであれば、それに向かった行動をしていく、今からしていくっていうのもいいんじゃないかなって思うのと、もうその恋愛経験とかが、ご自身を成長させる、視野を広げてくれるみたいなところもあるとは思うので、うん、そういう意味でもそうですね、まあ焦らない範囲で、もう今すぐね彼氏作らないととか思わなくてもいいので、まあ何かちょっとこう興味関心ぐらいは思っといて、何かそういうね機会があったら全然恋愛進んでもいいのかななんて思います。はい、お便りありがとうございます。渡辺夫婦の二人ごとはポッドキャストアプリ、 YouTube サブチャンネル、スタンド FM など、各種プラットフォームで配信していますので、今お聞きのお好きなプラットフォームで登録フォローして次の放送お待ちください。お便りは説明欄の Google フォームまたはスタンド FM はレターからも送っていただけますので、お気軽にどうぞお寄せください。それでは今回も最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回の放送でお会いしましょう。さよなら。